僕のタイトルとかではしたことがあるんですけど、雪風が出た時にドラマの中で使ってもらった時にみんなどう思ってるかなとかちょっと心配になったことがあったりとか。でも名前では、自分の名前とか人の名前ではしないようにして。俺でも時々スピッツでしたりするよ。あ、そう、うん、そのタイミングで。でもそれこそエゴサーチしたら横田君の名前が引っかかった気がするんだよ。ああ、そういう出会いもあるからね。そうそう、テレビとか出た後にさ、草野正宗劣化したなとか書いてあったら立ち直れないもんそこで突っ伏しても、まあ、あるからそういう悪いのは残るからね。いいことでも。ネットがこう普及しだした時にそういうのをいろいろ見て、あ、嫌だなと思ってた時に、あ、これ見ちゃダメなんだって思ったのがもう15年ぐらい前に思ったから、そこからはそういうのしないようにしてます。ネガティブなことも多い、うん、そうそう。だからエゴサーチをする時に絶対ネガティブなものは自動的に排除されるっていう。それは難しいと思うよ。難しいね。逆説的にこう褒めるのをこう ネガティブな言葉を使う人もいるから。そっか、うん、その逆もあるし、いいこと書いてるようでこう実は皮肉だったりとかあるし。確かに。